最近やたらと聞くレールガン開発、なんと日本が世界で初めて成功しているのです。今回はこのレールガンが複数枚の鉄板を撃ち抜く性能を詳しく見ていきます。レールガン開発はアメリカでも断念した開発です。日本が完成間近と小型化され、陸上自衛隊でも利用可能でしす。欠点は電力の使用量が半端ないところでしょう。巡視船にも搭載できるのではないかと考えますし、次世代兵器となり輸出も見えてきます。今のメガネ内閣では無理だよね。2023年10月、日本の防衛装備庁はかねてより開発を継続していた電磁気力で弾丸を発射するレールガンについて、世界で初となる洋上におけるミー試験を艦艇に搭載して実施したと公表し、注目を集めていた。当初はいかなる艦艇に開発中のレールガンを搭載してこのミー試験が行われたのは防衛装備庁サイドからは伏せられていたが、その後の報道関係者らの取材によって、海上自衛隊が現在保有する唯一の試験艦アスカであったことが判明した。海上自衛隊で唯一の試験艦であるアスカは、住友重機械工業者の浦賀造船所によって1993年4月に起工、1994年6月に進水、1995年3月に収益を果たした艦艇で、横須賀を母港とする開発隊群技術評価開発隊に所属している。この試験艦アスカは、基準排水量が4250トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.3 メートルの艦体に、複数のガスタービン機関を組み合わせたコグラグ方式の機関部を搭載、最大で出力4万3000馬力、速度27ノットを誇る。ちなみに、海上自衛隊における試験艦アスカは、同隊として、初の総司階級の女性自衛官が乗り組んだ艦艇としても知られており、ジェンダーフリーの流れにも適応した経緯を持つことも知られている。試験艦アスカは、総建造費およそ278億円強がつぎ込まれた艦艇であるが、これまでにも、海上自衛隊の兵装面では、新型対戦ロケットの07式 VL の試験や、新型艦魚雷の1・2式魚雷等の試験を実施した経歴を持っている。また、2017年には、地上配備型の1・2式地対艦誘導弾を艦載型とした、17式艦対艦誘導弾の搭載試験にも用いられるなど、近年の海上自衛隊の水上戦闘艦に向けて欠かせない主兵装のテストに用いられたことでも巧妙である。こうした実績を考慮すれば、今回レールガンにおいても、その試験の舞台にアスカが用いられたことは、必然であったといえ、当初防衛装備庁が、この試験実施を行った艦艇名を伏せた理由の方が、むしろ不思議に感じられるほどだ。かつて、レールガンの艦載化の試験を行っていたアメリカや、今も継続中とおぼしき中国では、その搭載は、揚陸艦などの甲板上の面積に、かなり余裕のある艦艇が選択されていたこともあり、アスカの例は、その点からも異例と言えるのではないだろうか。さて、防衛装備庁であるが、この試験艦アスカにおいて実施した洋上におけるミー試験の様子を、同庁の公式の YouTube チャンネルである防衛装備庁公式チャンネル上に2023年12月頭に公開、その特性を紹介している。この防衛装備庁公式チャンネル上におけるレールガンについての紹介動画は、防衛装備庁の研究開発事業の進捗と題されており、わずか1分半強の短い内容でありながら、その性質を端的に示すものとなっている。まず、この動画内では、冒頭に、2016年に地上で実施されたレールガンの実射試験の映像が使用されており、その弾丸の推進には、電気エネルギーを使用する将来的な兵装であることが述べられていることろから始まる。そして、電磁力で弾丸を発射するレールガンの特性として、これまでの作薬を使用する火砲と異なり、一弾丸の発射時の初速が非常に高速であること、に飛躍的に射程処理が延伸されていることや破壊力が大きいことを利点として挙げている。加えて、これまでに、レールガンの地上発射試験の発射時の弾丸の飛翔の様子をスローで映し出しており、発射後に周りを覆うカバー内から飛翔中に分離した弾丸本体が、
敵である金属板を貫通する様子が収められている。この金属板は通常の水上戦闘艦の複数枚の装甲板を想定したものであるとされており、これを撃ち抜くことは対艦攻撃用の兵装として十分な威力を発揮するであろうことが期待されていると視覚的に示す内容となっている。動画では続けて試験艦アスカに搭載されたレールガンの洋上発射の実際の映像が流され、その後は CG で発射後の弾丸が飛翔し敵の水上戦闘艦に命中、これを貫通するシーンがイメージ映像として映し出される。その時のナレーションでは、こうした用途を早期に実用化するために今も研究を継続している旨が語られ、映像の最後はやはり CG で空中を直に向けて飛翔してくる敵ミサイルを今度は空中で迎撃するイメージで締めくくられている。今回の動画内でも紹介されていた2016年に行われたレールガンの発射試験では、レールガン本体はおよそ 6.0 メートルで、口径は 40 ミリメートル。弾丸の発射時の初速は、秒速でおよそ 2297 メートルを達成。これは、マッハ7弱に相当するものだった。この時、地上での試射実験に使用されたレールガンは単発であったとされており、今後の実用化に向けては、当然連射を可能にする必要があるが、今回試験艦アスカに搭載されたものも、こうした連射が可能なものではなかったように見える。さらに、今回試験艦アスカに搭載されていたレールガンは、その口径も地上試験時に使用された 40mm よりも小型なものではないかとの見方が有力であり、威力という点で実際に期待できるものか否かは、未だ判然とはしていない。これまでに、日本の防衛省では、レールガンの開発予算として、2022年度におよそ65億円、2023年度におよそ160億円を投資しており、今年2024年度も、およそ238億円を概算要求段階で求めるなど、実用化に向けた動きを加速させている。現時点で、日本の防衛省は、このレールガンは、開発を、無人航空機の迎撃に向けたレーザー、マイクロ等のソフトキル兵器と並ぶ将来的に重要な装備品と位置づけており、今回の動画もその熱意が非常に感じられるものだった。防衛庁や防衛装備庁がここまで開発予算を投下し、アピールする動画まで作成していることを鑑みれば、レールガンの実用化に自信を持っていることは間違いないのだろうが、個人的にはアメリカが同兵器の開発を中止したことは引っかかる。アメリカでは、日本より先行してレールガン開発、その艦艇搭載での試験まで、イギリスを代表する BAE システムズ社らと共同でこぎつけていたものの、兵器として実用化することにはメリットがないと判断した経緯がある。これは、アメリカがレールガン開発を進めていた中で、艦艇搭載用のそれは、およそ 200km ほどの射程距離を想定していたが、この射程距離をはるかに凌駕する対艦ミサイルを、中国やロシアが開発する事態に直面したことによる。そのため、アメリカでは、レールガンを実用化する意味を喪失したと言われているが、そもそも、レールガンの運用が、そのままで、可能な現行の水上戦闘艦は、スムウォルト級ミサイル駆逐艦程度しか存在せず、その点もネックになったとめされている。アメリカ海軍の艦艇の中で主力をととめている、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦では、レールガンの運用に必要な膨大な電力を安定的に供給するためには、大掛かりな電源設備の刷新が必要となると言われていた。無論、アーレイバーク級に代わる次世代艦水上戦闘艦の開発も行っているアメリカ海軍だが、その新型艦 DDG-X の建造は、早く、とも2028年以降に開始予定となっており、すぐに、ある程度の数が収益することにはならない。そうした観点からも、アメリカがレールガン開発を中止したことは、理にかなった判断だったとも感じられ、逆に、中国海軍は、アメリカですら開発を諦めたレールガンを実用化することで、自国の技術力を誇示する狙いがあると考えられている。日本でも、水上戦闘艦に、連夜が可能なレールガンを早期に実用化することは、
こうした状況下では困難と思われ、せめて電力供給は比較的な容易な地上用の対艦兵装としてまず実用化することが現実的なのではないだろうか。上方護衛艦6番艦阿賀野が浸水したという情報を入手しました。今回は阿賀野浸水について見ていきますね。悪魔的な建造力は日本が世界から注目を集めています。少人数化された AI 護衛艦の凄さは世界に知られることに、世界に向け日本の高精な護衛艦を販売していくといいのかも。海上自衛隊が急ピッチで建造を進めているもが三方護衛艦。ネームシップで一番艦のもが三が2022年4月28日に就役して以来、二番艦熊野、三番艦のしろが2022年中に就役しました。続く四番艦三熊が2023年3月就役予定。5番艦矢作と6番艦阿賀野が浸水して偽装中です。このように、1年に2隻というハイペースで建造が進められ、現時点では22隻が配備される予定になっています。ちなみに、各艦の名前を見てお分かりのように、も、が三方護衛艦シリーズには、日本国内の河川の名前が付けられています。このもが三方護衛艦は、従来までの護衛艦とは、コンセプトが違うようで、FFM という、新しい艦種記号が与えられています。FF はフリゲート艦を表し、艦体サイズとしては、おおむね、駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされていて、空母など戦闘艦を護衛する駆逐艦と同じ対戦、防空能力を備えてはいるのですが、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの艦隊護衛が主な任務ということです。そして、M は、多目的、マルチファンクショナルと、嫌い、マインの頭文字の M を合わせたもので、もが、三方護衛艦は、対戦、対空、対艦における、護衛艦にこれまでの求められてきた、艦隊護衛任務をはじめ、総海艇が担当してきた嫌い戦まで、文字通り、多目的な作戦に従事できる艦種なのです。海上自衛隊は、これまで運用してきた護衛艦は、諸外国海軍における駆逐艦、デストロイヤーと同様の位置づけにしていました。その中で、秋月型のように対潜戦闘、対艦戦闘、対空戦闘のバランスが取れた護衛艦を、汎用型護衛艦として、DD という艦種記号を付与していました。海上自衛隊の艦種記号はこの他にもあります。例えば、混合型のように艦対空ミサイルを多数搭載し、艦対防空を主な任務とするイージス護衛艦には、誘導ミサイル、ガイディッド、ミサイルの G をつけて DDG としています。出雲、片谷ヒューガ型のように、ヘリコプターを搭載して、対潜作戦などを担当する護衛艦には、ヘリコプター、ヘリコプタールの H をつけて、DDH としています。また、汎用型護衛艦 DD に比べて小型で、どちらかといえば、
近海での活動を主担当とする、アブクマ型などの護衛艦には、護衛、エスコールトの E をつけて、DE という監視記号がついているということです。海上自衛隊では、一定規模以上の艦艇は、すべて護衛艦という呼称で統一しているので、フリゲート艦という艦種の設定は、太平洋戦争終戦直後、アメリカから、旧型フリゲート艦の供与を受けて、1950年代から1970年代まで運用していた、クス型護衛艦以来となります。この FFM もが、2型護衛艦の構想が明らかになったのは、2013年12月に発表された25大綱によります。その中には、日本周辺の中国、ロシア、北朝鮮の海洋での軍事活動が活発になったため、海上自衛隊における情報収集、警戒監視任務が著しく増大してきたことに対して、そういった任務に対応する能力が護衛艦に要求されるようになったためです。沿岸防備部隊として、いわゆる護衛隊群に所属しない護衛隊、艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊の増加に加えて、海地が常時保有し運用する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていました。しかし、2014年から2024年の間に、旧式護衛艦4隻が退役する予定とされていたため、それらを入れ替えながら増強を図ることを目的として、多様な任務への対応能力の向上と、艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇が必要であるとして FFM という新艦種のもが、2型が計画されたのです。防衛装備庁による当初設計における公募では、前述の多様な任務への対応能力の向上と、船体のコンパクト化の両立が求められていたので、2015年時点では、この FFM は3000トン型護衛艦と称されていましたが、多機能性が要求されたことで、それに必要な装備を搭載する関係があり、最終的には、当初計画から3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったのです。が、2型の艦隊の大きさを紹介します。基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルです。機関方式は、ディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせたコダグ方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機、MAN 車 12V2833D、STC ディーゼルエンジン2機が搭載されています。7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラによって、最大速力30ノットで航行するそうです。また、ステルス性に配慮して設計されている艦隊のデザインには特徴があります。レーダー反射断面積、RCS を低減するために、主船体、上部構造ともに、外国のステルス艦と同じように傾斜角がついているのです。そのため、全甲板から艦尾方向に続くナックルラインが、飛行甲板下の後端まで続いています。上甲板の配置もかなり変更されていて、全甲板に露天で配置される東洋病関連の機器、偽装が艦内に配置されたり、上部構造物が左右両舷までに張り出しているのです。このため、艦の上、甲板にこれまで設けられていた外に暴露している通路が廃止されました。日本周辺国の海軍においてもが、2型に相当する艦艇を少し調べてみました。中国海軍では、054A型と呼ばれている黄海2型、チャンカイ型フリゲートです。ロシア海軍ではアドミラルゴルシコフ級フリゲートです。このアドミラルゴルシコフ級のネームシップで、1番艦アドミラルゴルシコフには、マッハ9で飛翔するために、迎撃困難だとされている、
極超音速兵器ツィルコンが搭載され、2023年1月4日に大西洋を航行したことが話題となりました。この航行の目的は、ロシアがアメリカをはじめとする北大西洋条約機構 NATO に対して極超音速をいつでも発射可能であると見せつけ、脅威と感じさせることが目的だったと推測されています。そのアドミラルゴルシコフ級フリゲートは、主兵装の VLS 垂直発射艦を32セル搭載していますが、モッカ2型はその半分の16セルしか搭載していません。数が多けりゃ良いというものではありませんが、実は VLS には予算がついていますが、搭載するミサイルの開発問題などのため未搭載です。そうした兵装の差は、水上戦闘艦として建造されたアドミラルゴルシコフ級ともが2型の運用目的の違いにあります。モッカ2型は、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装を持ち、機雷除去、および、不設の機雷戦能力までをも付与された、文字通りマルチな多用途艦であることを物語っているのです。モッカ2型護衛艦は、62口径5インチ砲、127mm 単装砲が、一門、国産の遠隔操作式無人重火、RWS が2機と 12.7mm 機関銃が搭載される兵装となります。固艦対空兵器としては、近接防空ミサイル11連装が1機、対水上艦攻撃用として、対艦誘導弾17式艦対艦ミサイル4連装発射筒2機、対潜水艦攻撃用としては、324mm 3連装単魚雷発射艦が、2機搭載されているほかに、先日したように、マーク41垂直発射装置16セル1機の搭載が計画されています。また、ヘリコプターの搭載機能も併せ持っているので、SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機が搭載可能なのです。そして、このモガ2型護衛艦は、乗組員が約90人と考えられているので、従来の護衛艦と比べると、大幅な精進化を図った艦艇という特徴があります。役割的に前型と耳なされる DE アブクマ型護衛艦ですが、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルですからもが、2型よりは、一回り小さいサイズになります。しかし、乗組員は約120名と想定されていて、それよりも大型で、かつ搭載兵器が増えているはずのもが、2型がおよそ3割も人員が減らしていることが、いかに精進化が進められているかがわかるでしょう。消費と化に伴い、もが2型ではクルー製の導入が予定されています。これはもが、2型護衛艦3隻に対して4組の上艦クルーを配置することで、3組が上艦している間は残り1組に休養を取らせるというシステムなのです。このシステムによって、定期検査や修理などに対応しながら稼働席数を確保できるだけでなく、乗員の休養期間が確保されると思われます。こうすることで、もが2型ではすでに収益している艦と今後建造される艦の偽装がすべて同じ時期になるように計画されているのですが、これについても海上自衛隊では初めての試みになるそうです。
日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は、原子炉よりも、はるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして、一部で、退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍の、そして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。
さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。それまで、イギリス海軍は、退役を迎えた原子力潜水艦を、特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアは、まずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって、軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはり、その退役後の処分には、イギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは、今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に、最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として、原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に、自国で未知の領域である、原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月に、アメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社は、イギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も、退役後に、原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は、2025年以降に、ミニッツ級航空母艦を、巡送りで、10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越して、その能力を高め、かつ、同盟国や友好国にも、その技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうして、アメリカとイギリスは、原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調、協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来、自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を法具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は
1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留・保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている合材や部品は、9割以上を再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフトシュア級より、以前のバリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフトシュアは、予定では2026年代に解体を終えるとしている。